山崎翔は格闘技歴が4ヶ月、寡黙な高校生、ただしボクシング経験があります。打撃センスは抜群と聞いています。寺澤は格闘技歴が6ヶ月、アマチュア MMA が0勝1敗です。フレッシュなファイトが期待されます。この一戦ゴングが鳴った。寡黙な高校生、さあボクシングが得意な山崎です。トーン左右、ここでテイクダウンが奪えるか。左手をフックしている寺澤、トーン分かりました。トーン左ミドル、でもサッカーなんで蹴りが、あなるほどね、あれなんですか、そうですね、あっと左右、あでもナイスパンチ、しかしいいパンチです、ね、ボクシング経験ある山崎がパンチで強襲。さあこれが足をかけて倒した寺澤、ガードポジションの山崎、手をしっかりと掴んでいる、パンチをもらわないようにしています。この体勢、寺澤が首を狙ってきているか。顔を押して逃れます山崎翔。右手がこれギロチン、いや巻きつけてますね、失礼しました、巻きつけて、そして左の腕を押して、と逃れるか山田が、逃れましたが、しかしまだ片足が掴まれていますが、逃れました、スタンドになった、あっと左ミドルキック、そして左のフック、ここで掴んだ山崎、キックの寺澤に対してパンチの山崎、おーナイスバッツ、さあここで掴んで、第1ラウンド終了です。いやー生駒さん、寺澤がキック、そして山崎がパンチ、ね、特徴が出てます ね、自分の経験のスポーツの山崎選手が前に出ているところを寺澤選手がうまく蹴りとかで、はい、止めている感じですね、はい、寡黙な高校生、運動センスは抜群というピロクテテス新潟の山崎翔。こちらは寺澤春、長野翔司、やはりサッカー経験ということで、しかし今はパンチですが、強烈な緑キックを叩き込んでいきました寺澤。今パンチで攻撃を返していました山崎。ファイナルラウンドです。ラウンド2。ファイナル。どうです。開始だ。なんと4発、5発、6発。これをもらっていけません山崎。寺澤強烈な膝。ボディへの膝が入っている。そしてそのタックルしてテイクダウン。どうだっけ。片足を持って倒せるか。膝。強烈な膝、これは第1ラウンドは出しませんでした寺澤。第2ラウンドに出してきたこの膝蹴り、ここから投げた腕をまた膝、顔面膝、顔面に膝が入ったということで一旦注意を受けます。レフリーの注意を受けた寺澤、さあタックル、ラスト1分、あ上になった山崎、バックを取って、残り1分、残り1分、投げることができるか、ロープに追い詰めていきます寺澤春、パンチ気をつけるよ、また膝、
ここは山崎何を狙っているか、倒した。パンチを浴びせます。寺澤膠着状態になってすでに残り10秒を切っている。山崎倒した。バックを取って、しかし立ち上がりました寺澤春。試合終了です。両者疲れました。まあ、あのビギナーシュートですからね。前半は、ねはい、前半山崎選手が、攻めて、そうですね、寺澤選手ですね、はい、後半も期待しました。そうですね、17歳と19歳の一戦でした。顔も若いですね。そうですね、若いですね、フレッシュですね、はい。まあ、横斎さん、ね、生駒さんもそういう時代がねあったという、まあまあ、格闘技やってなかったですね。スコアさんもやってませんないですよね。全然やってない。17歳ですからね。試合判定となります。ジャッジ A 20対18青寺澤、ジャッジ B 19対19ドロー、ジャッジ C 20対18青寺澤。寺澤です。勝者寺澤アルー。ビギナーシュートワンマッチフライ級を制しましたのは寺澤春、19歳、長野市松竹。2人ともすごく、はい、いい戦いでしたね。そうですね、持ち味を、ね、それぞれ、はい、キックとパンチ、はい、繰り出して、4ヶ月と6ヶ月の戦いですね。そうなんですよね。タックル回ってタックル切って膝打って、はい、なかなかすごかったです、はい。まあ、最後の方は、ね、両選手とも疲れが見えましたけれどもね、存分に戦ってくれました。